こんにちは、ひげちゃんです。今日はですね、ご在所サービスエリアで休憩を取ろうと思います。久々に入りますね。まあ入ってもね、入れないことが多いんで、今日はいけるでしょうか。なんとか止めることができましたね。ここはね、綺麗になりましたよね、作り変えてね。いざ入店でございます。なんじゃこれ、スイートポテト22万個突破。矢印につられてこっちへ行ってしまいましたよ。ご飯食べなあかんのでね、ちょっとだけ、また後で見に行きましょうね。さーっと流す感じで。もう人全然いませんよ。もう11時半ぐらい、23時半ぐらいですからね。お店も全部閉まっております。まあ、いろいろお店もありますけど閉まっちゃってますね。まあ、空いてるところは今回2軒だけでした。空いてるのはラーメン屋かとんかつ屋か、ラーメン屋かとんかつ屋か、とんかつ屋にします。うわー、これ1480円か、いいねんけどな。最近出費が多いからな、ちょっと今回はやめとこうかな。むむむ、時間は平日の23時半なんで誰もいません。寂しいですね、ちょっとね。今日はですね、味噌カツ丼&うどんのセット1000円ぽっきりでございます。やっぱおっさん麺好きですわね。ほんま好きなんですわ。というわけで早速いただきましょう。たっぷりお味噌がかかってね、まあ見るからに美味しそうなパックンチョ、マイウでございます。はい、おっさんグッドサイン出ましたよ。なんなんすかね、自分の中で恒例なんですかね。もう甘さたっぷりの濃厚味噌がかかっていてですね、本当美味しいです。ご飯も美味しいですね。お味噌がねかかってキャベツも乗ってますからね。さあ、おうどんの方も行きましょうか。スープを、ほうほう、こちらも関西風なんですね。ぶっちゃけちょっと薄いかな。さあ、麺はどうでしょうか。麺の方はもちもちっとして美味しいですね。いや、今日もボリューム的にお腹いっぱいになりそうです。あのカツ丼ってね、大阪関西やったらね、あのふんわりしたね卵で閉じたカツ丼が、まあ、カツ丼を頼むと出てくるんですけど、これって全国的にはどうなんですか。今回これ味噌カツ食べてるんですけど、普通にソースカツ丼っていうのもあったんですよね。こうやってなんか地方によってカツ丼って頼んだらソースカツ丼が出てきたり、関西みたいに卵でとじたふんわりカツ丼が出てきたり、この違いってやっぱ地方によって違うんですかね。
あら、誰もいなくなってしまいました。さっきそこでね、おじさんが一人ご飯食べてたんですが、その方も帰って誰もいなくなってしまいました。お客さんがいないで思い出したんですけどね、もう10年以上前になりますよね、15年以上前になるんかな、大阪の地下鉄谷町線のね、宮古島駅っていうところのね、前にですね、フランス風創作料理っていう、ちょっとね、あの店の名前は今あるかないかはちょっと分かんないんでね、ちょっと避けますけど、そういう店があったんですよね。その時はね、24時間営業やったんですよ。その時ね、ほとんど店にお客さんが入ってんの見たことなかったんですね。だからまだ若い時やったんで、お金もそんなないし、結構ね、まあまあええ値段しおるんですよ。でも僕も働き出してね、後輩のね、その子はまだ学生やったんですけどね、その子と2人でちょっと思い切って行ってみようかっていうことになりましてですね、もう明け方4時ぐらいですかね、思い切って入ってみたんですよ。ならね、まあ誰も出てこないんですけど、まあ席に座ってですね、ほんでね、店の周りをザーッとこう一周見回したらですね、店の周り一周ね、緑、白、赤のカラーがついたね、垂れ幕がずわーっと一周回ってるんですよ。これね、イタリアの国旗ちゃうんか思ってね、いやいや、看板にフランス風って一応書いてんねんから、青、白、赤の垂れ幕が普通ちゃうんかな思ってね。ほんでね、まあメニュー見とったんですけど、全然出てこないんでね、こうすんませんすんませんってこう読んだんですよ。でもメニュー見てたら、こうつかつかつかってこう足が見えたんですね、近づいてきた。ああ、ようやく来たわと思ってね、じゃあテーブルの横に来てですね、いらっしゃいませ、片言の言葉が聞こえてきたんでね、パッて上見上げたらね、どう見てもインド人かネパール人みたいな人が立ってるんですよ。もうほんまブレブレやなー言うて突っ込んどったんですけどね、もう店の名前フランス風で、中の国旗はイタリア風で、イタリアで出てくる人がインド人ってどないなっとんねん言うて、ほんでまあメニュー頼んでですね、でまあ中行って、まさか中何人が作ってんのかな思って、中の人はね見えなかったんですけどね、まあほんで頼んだもんが運ばれてくるわけですわ。まあそれはね、イカスミスパゲティかな、なんか頼んで、僕がミートソース、ミートスパかなんか頼んだんですよね。もう僕らもちょっとイタリアの国旗に釣られてイタリアに寄っちゃってますからね、ほんと。まあそれもそんなお金ないけど、千何ぼかしましたわ、一人ね。えでまあまあ食べてみたんですけど、まあ正直まあこれやったらガストでお腹いっぱい食べた方が良かったかなっていう感じでした。まあね、もう一言、そら客けえへんわなって思って、店出ましたね。まあそんなこともありましたわね。あ、一人お客さん来ましたね。わ、もう一人来ましたね。わ、なんかちょっと怖そうな人来ました。映すな言うて怒られたら怖いんで、ちょっとカメラの目線を下げました。心持ち、肩が縮こまってるように私見えますが、わ、この2人はお連れさん同士ですね。わ、めっちゃ見てはりますわ、こっち。ちょっといかつい方の人がめっちゃ見てます、こっちを。わ、斜め前の席に座りました。なんであえてここ座んねん。わ、めっちゃ見てる。わ、めっちゃ笑てる。慣れてきた慣れてきたと思ってましたけど、さすがに見られてクスクス笑われるとちょっと恥ずかしいっす。でもうちへこたれへん。というわけで、あとスープを残すのみとなりました。本日も食レポはほとんどできませんでしたが、私の動画を見ていただいている方は、しばらくの間はまともな食レポは期待しないでいただきたいと思います。申し訳ございません。
さ、本日も飲み干す一杯となりました。ごちそうさまでした。ちょっとお土産コーナーも覗いていきましょうかね。これ麺系がすごい豊富ですよね。中部地方伊勢うどんね、これ有名ですよね。ぶっとやつね。あとあんかけスパゲッティね、松坂牛ラーメンですって。味仙のね、台湾ラーメン、台湾ラーメンいうやつやね。台湾混ぜそば、スガキヤラーメン、ザルキシメンいうのもありますね。カレーキシメン、味噌煮込みうどんね。すっごいやっぱこう麺類が豊富なんか行くとこ行くとこ、こういうちょっと怪しげなやつありますね。なになに、四日市工場夜景ベア。四日市工場夜景ベアが買えるのはここだけなんです。そらそやろ。あ、味噌だれも結構いっぱい売ってますね、いろいろね。あ、こういうのをかけるだけ楽しめるんですね。何？つけて味噌？かけて味噌？笑えへん笑えへん。これあれですね、最初22万個売れました言うてたあのスイートポテトですね。甘くて美味しそう。何何？とろ甘でござんしょ？ご在所とかけてるんですかね。笑えへん笑えへん。はい、というわけでご在所パーキングエリアからお届けいたしました。四日市工場夜景ベアが買いたいなと思った方はチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。